はいどうも皆さんこんにちは。君が死ね多数決デスゲーム、ついに最後の決断の時がやってまいりました。4番に潜んでいる緑を選ぶか、それとも、8番だったかなにいる銀を選ぶことで、刑事さんの命を救うかという究極の選択でございますが、まあここは刑事さんの意思も汲み取って4番の緑を倒す方を選んでいきたいと思います。もう答えは出ている。緑は4番、銀は8番。4番を選択するのか。はい、お願いします。本当にいいんだろうか。どういういいんだろうか。ここにもしかして緑いない説ある？いや、ない。行こう、決定。この2つしかもう選べないからね。押せば全てが終わる。銀を救い、緑を倒し、そして刑事さんが。でも刑事さんはみんなを助けるためにこの行動を起こしてるから。大丈夫だよ、サラちゃん。刑事さん、これは8番選んだ瞬間も見たいな。手が震える。それでも残っている最後の力を手に込めて棺を選んだ。おやおや、果たして正解は出るのか？大丈夫だと言ってくれ。ふざけるな、サラ。譲歩してやったんだ。なのにやめればよかった。こんなこと、死がこんなに恐ろしいことだなんて。最後の最後にようやく自分がなんていうことをしていたんだということに気がついたんだね。終わった。勝ったというのか。お見事、ヒットしたのは緑。これにて挑戦者チームが勝利。だが代償を払う必要があるようだ。そんな。しのぎ刑事を守れ。そんなこと絶対にさせません。不正は罰する。逃げるんだ。みんな抵抗するなら全員やっちゃうよ。それでもどかない。もう仲間は殺させない。ほう、必要ねえぜよ、サラ。何言ってるんですか。全部話す。めっちゃ、わかんない。読みましょうね。すまんぜよ、ずっと騙してて。これが俺の正体がや。どういうこと？何が何だかわからない。俺は本物の九太郎じゃねえ。ハンナキーに用意された人形ぜよ。人形？刑事もわけわからんって顔やな。正直ね。だって
おまわりさんはすべて見透かされた通り、棺に緑の首輪を入れただけだ。え、そうなんだ。入れてないんだ。そうやな。俺たちは首輪を入れた後、別行動を始めた。刑事は5階へ、俺たちは再び墓地に。なんで墓地に戻ったんだ？実は限界だったぜよ。前に刺された傷は思った以上に深かった。ダメだよ、九太郎さん。起きて、サラちゃんたちに会うんでしょ。ここにいたら焼かれて死んじゃうんだよ。すまねえ、実は手遅れみたいでよ。ハンナキーちゃんにそう言われたの？嫌だよ、私のせいでこんなの。泣くな、時間がねえぜよ。お前さんにはやるべきことが。私一人でできないよ、九太郎さんがいないと。一人じゃねえぜよ。人形がある、ハンナキーが協力してくれるぜよ。 ID カードさえ入手できれば、 AI 降臨で俺の人形を。それじゃあ、あなたは誰にも知られずにこんなところで死ぬ気なの？くく、最高のカモフラージュになるぜよ。おかしいよ、そんなの。いいから行け、マイ。そんな。それじゃあ、7番の棺に入ってたのは嘘でしょ？え、そういうことなの？本物の九太郎さんだったんですか？ああ。そんな。君はそんな決死の思いで、銀早坂出てこれたか。筋肉ゴリラはもうとっくに。すまねえ、あの時棺の中で焼かれて、多分。くんじゃねえ、銀、お前さん男だろ。サラを、カンナを守っていかなきゃなんねえぜよ、仲間と共にな。俺はただのコピーだが、今もお前さんのためなら死んでもいいと思ってる。何を言ってるんだよ、ダメだよ。俺の幸運は心が
弱かったことだ。本音を言えば何度も揺れたぜよ。全員を見捨てようと思ったことだって、それでもできんかった。それは弱さじゃないよ、優しさだよ。優しさなんかじゃねえって言われた。優しさなんかじゃねえ、ただ折れちまったぜよ。誰かを見殺しにしてでも生き残りたいって心が。だから幸せなんだ。お前さんたちの力になれて。筋肉ゴリラ？なんか目が。どうしたの？筋肉ゴリラ！九太郎さん！ありがとな、銀。九太郎さん！九太郎さん！マジ？やばいんですけど、なんでそんなことを勝手に一人で。九太郎さん、ドン太郎、でもこれで、そうか、刑事さんは死ななくても良くなったってことかな。終わったな。人形たちも全て電池切れだ。次がお前たちにとって最後のゲーム。優勝者が決まる。決まらないさ。ん？私たちは脱出してみせる。お前たちの思い通りにはならない。そりゃあ楽しみだ。犬伏銀。なんだにゃん。しのぎ刑事。これなんだっけ。何かんなだっけ、忘れちゃった。気づいけ。はい。やぶさめアリス。そして地動員サラ。以上、5名で決勝戦を行う。それまでの間、じっくりと考えるといいぜ。お互いを出し抜く方法をな。私だけが生き残ってしまったのか。スーツメガネ。銀くん、ありがとう。私は君たちに本当の強さを教えてもらったよ。もう恐怖はない。あるのは悔しさだけだ。生き延びてくれよ、銀くん。それにみんなも。きっと君たちなら。あー、電池切れか。約束するにゃ。生きてか、生き返すって。眠っちゃった。待ってて。わん、うわー、最終章前編終わり。最終章後編に続く。これは前編で2本だ。あ、主、ここにいたか。めっちゃ一番最初の頃の部屋の中の絵画だね。あれ？じゃあロシアンルーレットの時、こいつだったっけ？やばい、記憶がない。記録します。さあ、ということで、君が死ね最終章の前編が終わりましたが、ここからは別の選択肢で
回していきたいと思います。ちょっと最初の方やりましょうかね。 B パートから前回生き返らせた人たちと別の人たちでもう一周行きたいと思います。なので2周しますね。前にも同じ話をしました。とりあえず、ここら辺は飛ばしていきたいと思います。さあ来ました。今回はこれで死亡したのをアリスにします。レコさんを生き返らせます。そしてもう一人この後ですね。強くなったカンナちゃんを残すか、それとも傷ついてしまっているであろうソウ君を残すかで、木槌カンナさんを犠牲にします。さあソウさんは一体どういう風な感情で力になってくれるんでしょうか。サラはジョーという存在そのものを忘れてしまった。残り6人。さらに深く思い出そう。ここら辺からはまた飛ばしていきたいと思います。緑、あーになっちゃった、間違った、戻したい。さあ始まりました。2週目最終章 B パート、これは確か刑事さんだったんだよね。はい、ということで、刑事さんが真ん中の棺に閉じ込められている状態、そして九太郎が舞ちゃんに刺されている状態、そこに前回までいなかった2人、ソウ君とレコちゃんがいますね。今回はどんな風に進んでいくんでしょうか。飛ばせるところは飛ばしながら、2周目はプレイしていきたいと思います。今回はここまでで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。